か結構お店のみんなで話すことは、まあ、技術のことも接客のことも、まあ、どっちもそう大事にはしてるんですけど、接客については割とマニュアルがあって、なんか、まあ、例えばお客さん通すときに絶対名前呼んでよとか、お客さんってここに来るときにやっぱりその結構期待してきてくれてるし、でもやっぱ不安はあるし、でもその最初のカウンセリング行くまでの時点で結構お店の人の対応でなんかそういう部分で変わってくるな、不安が勝っちゃうのか期待が膨らむのか、なんかそういう部分はやっぱりそのスタッフみんなでやっぱり明るく迎えようだったりとか、まあ、しっかり笑顔で、なんかまあ当たり前のことなんですけど、そういうのは結構お店のみんなで話すようにしてたりとか、まあ、あとはまあカウンセリングとかもすごいこだわってますけど、うん、なんか僕は結構どっちかというと聞く派ですもん。もうめっちゃ聞きます、うん、なんかその人の気分だったりとかやりたいビジョンだったりとか聞いた上で、なんかあこういうのがやりたいんだなっていうのは出てくるんですけど、まあ、大体結構お客さんが見てるのってすごいデザインがあるものと今までやってきたものの間ぐらいの、まあ、ベーシックだけどちょっとイメージが変えたいなっていうものが結構多かったりする。なんかそういう部分を変えたくない人以外は逆にじゃあその出してもらったベーシックからいかにこのちょっとだけ今っぽさだったりとか、なんかその人っぽさっていうところ出せるかなっていうのをなんか意識して、まあ、提案は絶対するようにしてますね。そうしたいと結局そのお客さんに合わせて楽しい話をしようとか、なんかこの子はためになる話が来た人だなとか、まあ、いろいろ考えて話したりするんですけど、やっぱりなんかそれだけだと、あ結局なんか別の人でもいいなってなっちゃうと思うし、なんか僕が思いつくこととか僕ができることをこの人に全力でやろうっていうふうにはいつも思ってるんで、だからそういうところは結構こだわりかもしれないですね。かけてもかわいいし、どうしてもかわいいですね。どうですか？うん、さあ、そっち、OK、あ、じゃあ、ま、窓ぐらいで、あ、そうそう、ちょ見てください、完璧です。写真の次は10月西村美穂です。すごい不器用でいろんなことが苦手だったんですけど、朝とかもその撮影見学しに行ったらすごい細かく教えてくださったりとか、なんかすごいいろんなことを一個ずつ教えてくださるので、なんか自分がちょっと成長できるきっかけになったので、そこが好きなところです。僕がすごいその結構不安症でずっと不安なんですよ。もう 何が起きてなくても不安だし、心配事がなくてもなんか不安みたいな、ずっとなんか追われてるみたいな、もともとそういう性格なんですけど、まあやっぱお店出してから特にそうで、うん、だからやっぱり自分の中でブレない部分だったりとか、なんか真な部分はあるんですけど、まあ、ちょっとしたことでもすぐにスタッフに意見聞いちゃいますし、これどう思うみたいな、大丈夫かなこういうこと やってみたいみたいな、そうそうだよねみたいな、嫌だよねみたいな、そうなんかやっぱ聞きますね。やっぱりそういうのはやりたいことをはやるし、逆にもう別に僕がやりたくてもみんながあまりにも乗り気じゃないんだったら、なんかそれって別になんか今やんなくてもいいのかなってやっぱ変えたりとか、うん、まあそうですね。だから結構意見は聞くかもしれないですね。そうそうそう、なんか考えて、いろいろちょっと考えて変な感じの真央です。いい意味で距離感が近い、なんか下のこの意見が入りやすいことによって、個人サロンって人数も増えてきてて、今なんか
下の台のこの意見ってすごい大事だと思うんですけど、どうしてもこうお店って上の人が決めたことで進んでいくことが多いと思うんですけど、下の子の意見が取り入れられるっていうのがすごい大事だと思うのと、うん、結構素で言ってくれてる感じがすごいするので、なんかいいなって思います。ベラの方がいいな。物理くらいよみたいな。ウィットの永田美穂です。やっぱりスタイリスト歴が長くなってくると、なんかこう時間を気にしてしまったりと か次にやることを気にしてしまったりとかして、なんかこだわりの部分がこうちょっと妥協するところも出てきそうな感じがするんですけど、永田さんはいつも確実に自分が可愛いと思うものを作ってから次の仕事に行ったりとか、確実にこう自分のスタイルが決まったって思ってからシャッターを切ったりとか、なんかそういうところがすごいなんか勉強になるなって思っていて、なんか自分もそれを見て、あ、もっとこだわり持って仕事したいなとか、もっとこだわり持って撮影のスタイル作っていきたいなとか、自分を変えてくれたのが八田さんかなって思うので、あのそういうところが一番尊敬してます。眉毛ぐらいまでいっていいと思う。似てないですか？そう。1年目をしてる新七子です。みんな頑張ってるから、その当たり前に頑張れる環境があるのがすごいいいなって思うのと、あと先輩方のなんかお店に対する考え方とか、お客様に対する対応とか、もちろん技術もなんですけど、すごい尊敬できて、でそこのなんか皆さんから教えていただける環境があるのがすごいありがたいし嬉しいです。もらえばいいんじゃないですか。アイロンしてもいいけどね、ちょっとあまり強くプレスせずに、ちょっとツヤ出してちょっと自然に伸びるぐらい。お、持ってないってこれ。全部の紙にオイルがつくて、もう気につけるだけだったんだけど、上からつけちゃうとベタベタになっちゃう。なんかとてもこだわりがすごく強いので、なんかお客さんのスタイルだったりとか、撮影のスタイルでもなんか一切妥協せずにしっかり作っているところとか、なんか常になんかスタッフのためとかお客さんのためになることをずっと考えてらっしゃるところがすごく尊敬します。はい、見習います。はい、お疲れ様でした。探してる。かわいい。これ。そう。いい感じです。よし。夏園美香です。仲いいんですけど、ちゃんと営業中とかに気づいたことをお互い言い合えたりだとか、後輩とかにももっと仲はすごいんですけど、こうした方がいいよってちゃんと言える環境だったりとか、あとはすごい尊敬できる先輩たちがいっぱいいて、なのでカットとかカラーとかメイクとか困った時にいつでも頼れる先輩がいるので、そんなウィットがすごい好きです。まあ正直そんななくて、なんか強いて言うんだったら、あ、どんどん変えてるなって感じですね。なんか、あ、今は自分の中でこういうの
まあ、デザインでも、写真でも結構写真も好きなので、写真の雰囲気でもデザインでもスタイルでも、あ、今はこういう気分だな、だからこういうのをやっていこうかなって、見てる人から今こういうの載せたら絶対みんな見たいからインスタのフォロワー増えるだろうなとか人気が出るだろうなっていうのは、まあ、多少なんか、あ、思いついたらやるなぐらいで、なんかそんなにめちゃくちゃ意識はしてないかもしれないですね。どっちかって言ったら本当に自分の気分のデザインとか雰囲気とかなんかそういうのを出して、あ、なんとなくそこになんか気持ちがフィットする人がなんか来てくれたら嬉しいなって思うし、なんかデザインに関してはやっぱりそういう部分でなんか自分の中で飽きを作ったりとか、なんか今の旬を作って載せていけたらいいなっていう、デザインっていうだから気持ちかな、気持ちいいですねそういう投稿の部分以外にするとやっぱりなんか僕は結構そのまあ、お店のスタッフのことを載せたいなってすごい思ってて、僕のインスタ見てくれてる人ってなんか僕のファンもいるんですけど、なんかお店のファンもやっぱいるなって思うので、あえて計算してスタッフを載せようとかではないんですけど、なんかうちのスタッフすごいサロンワーク中とかすごい真面目だったりとか、なんかあんまり人柄が分かんなかったりするんですけど、日常に迫ってみると、あ、なんかすごいみんな個性的で、なんかこの子すごいちょっと変じゃないっていう感じの子が多いので、なんかそういう子たちをなんかやっぱ乗せてってあげると、なんか次第になんか僕のお客さんもやっぱり僕のがいない時にも、あ、この子見たことある、知ってるみたいな、もう初めてアシスタントに着くのにもう昔からの知り合いみたいな感じでなんか雰囲気が和んだりとか、なんかそこからつながって違うお客さんをその人に紹介してくれたりとか、なんかそういう風にもつながったりとか、なんか僕自身だけじゃなくて、なんかお店のこととかお店のみんなのことをもっと知ってほしいなっていう風な気持ちで SNS をやってますね。お願いします。色もちょっと薄くして、ちょっとこれでいや、このぐらいですごいね。ちょっと良さそう。あ、良さそう。はい、じゃあ終わります。お疲れ様でした。何かありますか。下がもっと簡単なんです。グラウンで下のオレンジ行きますので、下が下がる場所だと思います。ちょっとね、ここ気をつけて、なんで帰っていけないし、そのお客様の前で家の人だったら話していくから、かんないっていうのは、いやずっとそれ言うと思うって感じ。ポテンシャル違うどうかな、白いブース持ってくるわ。はい、芝居笑っても可愛い。そういうのないから。僕だって。完璧です。完璧です。いや、私も。元素だなと。カレカジ。なんか撮ってくれてます。カレカジです。かわいいです。似合います。似合います。みんなで似合ってもらえたらいいです。もっともっと小島さん、じゃあそっとペンサル。あ、いい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 。これいいです、これ。めっちゃそうやって携帯逆にやってたのに、なんかこういうと足長く見えるって言ってました。確かにすごいいい感じ。帰ろう。